1963年11月29日に発生した航空事故である。831便に使用されたダグラス DC-8 は事故のわずか9ヶ月前にトランスカナダ航空に納入され、事故までの総飛行時間は2174時間だった。4つのエンジンはプラットホイット 2EJT3D を搭載していた。 1963年11月29日、モントリオールのドーバル空港発、トロント国際空港行きであったトランスカナダ航空831便は、悪天候の中、離陸数分後に、ケベック州、テレセレブランビル近郊にて墜落し、118名、全員が死亡した。墜落による衝撃は、大きなクレーターを発生させるほどであり、機体はひどく壊れていたため、 原因は解明できなかった。1965年に出された公式発表は、ピッチ角を制御する揺れ防止装置の不具合の可能性があるとしている。その理由は、数ヶ月後に、別のイースタン航空304便の DC-8 が、同様の状況で墜落しているからとしている。エアカナダの前身のトランスカナダ航空は、現場近くに記念公園を作った。 ありがとうございます。